のこれからを紹介いたします。現在 AJ グループが所有するボーイング737-700型機は、先ほど隣に地域所されておりました JA05AN と、皆様にご搭乗いただいておりますこの JA06AN の機となりました。地上でスタンバイしております JA05AN は明日羽田空港へと移動し、準備を整えた後、皆様のメッセージとともにアメリカ・アラスカ州はアンカレッジ空港を経由し、カリフォルニア州のビクタービル国際空港へと向かいます。ビクタービルまでの飛行時間は羽田空港からアンカレッジ空港まで約7時間、アンカレッジ空港からビクタービルまでの飛行時間は約5時間、計12時間のロングフライトになります。最終目的地ビクタービル国際空港は、退役した飛行機の保管や解体のために待機させる空港になります。そこで退役を迎えた飛行機は使用可能なパーツを外し、他の飛行機の一部として再び活躍するでしょう。また調べたところによると、とある ANA カラーのブルーカラーで塗装された機体がユニバーサル・スタジオ・ハリウッドにてセットの一部として展示されており、新たな形でセカンドライフを過ごすこともあるようです。さあ、ボーイング737-700型機のセカンドライフはどうなるでしょうか。寂しい気持ちもしますが、最後まで大事に乗ってあげたいと思います。